皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、スーパーマリオブラザーズ Wii 実況プレイのパート13です。はい、よろしくお願いします。いや、あの前回すごかったね。すごかったですね。あの今まで我々のね、あのマリオの実況っていうのは強力プレイ、あの凶悪な力の応酬って書いても強力プレイだったわけなんですけども、前回しっかりとして強力プレイ、ね、強力プレイってあんなに素晴らしいんだね。ね、ね、やっぱしょそう、毎回大体ペルが欲出して俺殺されて俺それに対して復讐を倍返しするから収拾つかない感じになってたんだけども、協力プレイってあんなにサクサク進むんだっていうねそうだよ、俺ら本来あれだけ協力プレイとかで息合うんだから血で血を洗うようなことはやめてね。そう仲良くいきましょう。あの逆にあの互いのパターン理解して殺し合えるぐらいの仲がいいんだからさもうサクサクいこうぜ、はい、というわけで6の4いきます。いきましょう。何だかでペル気減ってる、気は減ってる。ちょっとチャレンジしすぎて、ね、俺むしろ増えてるもん。あの先鋭部隊っていう話をされてやっぱ調子乗ってるよし、ちゃんと2個取らないっていうね。あのモグラはよし、あモグラいるってことは、あこの木の実があるっていうことは、ヨッピーちょっと待って、ヨッピー、あーいや、もうヨッピーいでよ、ヨッピーなんかグダグダだわ、俺死にかけてるわ、死んだわすごくない？え、完全なるトリプルブレイクさ。よし。これの出しどころが怖いな。これ8個食えばいいんだっけ？昨日、うん、多分。え。お。なんか一気に進化した。ちょっと待って待って。俺の分が。ほっ。と。もうちょい、ほっ、おら、なんだこの神プレイは協力してんのか殺しちゃってんのかようわかんない。ちょっとコーラ投げるからね、俺。オッケー、気をつけて。どっちに、どっちに、左に投げます。オッケー、はい、もうそれはっきりしないとね、死んじゃうから。よしよし、お、P スイッチ、お、ペルスイッチ、ペルスイッチ、ペルスイッチ、ほっ、ええここまで俺切れ、切れ、あここに隠しがあって、あ俺取っちゃったまあいいよ、お、あ5個だ、あやばくない、やばくないこれ今あのモグラに助けられてちょっと、ふっ、ていペル、大丈夫、あえい、まあペルそれがあるからいいでしょ、確かに、ああ、なんかある、よろしく、今ちょっと待って、今殺されたことあったよ今危うく殺されたことあった、ごめん技じゃないんだ、恐ろしいわ、今のは技じゃないんだ、不可抗力で殺す、ブレーキ踏もうとして左に押しちゃったんだおお、えい、このヨシかわいいねこれあの腹ずり、腹ばい、腹ばい、腹ずりってなんか痛そうだな、腹ばいヨシ、危ない、おお、うまい、うまいよ、あっ、おっヨッシーと共に散ったほら相棒だから、諦めき、あピンクやったー俺の大好きなピンクだー来たぞ、ヘルズピンクだぞ、ヘルズピンクあ、それそのまま上に、そのまま上にこれをこうして、行ってくれペル、行ってくれ、頼む、よし、ここ何これ、よし綺麗に声取ったね、まだかつてないほど綺麗な撮り方だったよ、やばいよ今回の撮影、ちょっと協力、いい感じに協力してるよ、
こうしてこうでしょこうでしょこうでしょこうなんだろいい なんかごめんあよしピンクよしにバイバイされなかったあーごめんよピンクよしゴール手前で置いてけ放りにされるピンクよしかわいそうしかもちょっとちょうど今日のね旗がなびいて触れてなかったっていうねほら帽子脱いだほら99キロだと帽子脱ぐんだよあーなるほどねいやー面白かったいや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 今のは一番平和な事故だねそうだねでも待って待ってここさこのイベントさ俺意味なくねえか確かにじゃあ俺さっさと終わるわこれさうんどういうことえこれじゃ割れないの割れないね割れないえっ早っ余計なの取らないうちにペルにいっぱい取ってもらおうと思ってあれ俺の願いは一体ちょっと難しいってこれいや難しいなああよしよしよしさあ次の面はこっちかあのキラーに当たるとどうなの多分キラーのあのミニゲームになるんじゃない当たってみるうん今だあ本当だクラーだけじゃないよねうん多分あのでしょキノコもらえるやつでしょえこれ聞けないやつじゃない俺圧倒的に不利なやつうっああまあ今1個キノコもらえるからねマリオめっちゃ見下してんだけどなんだこいつみたいな感じの見下し方してよなんだあのキノコっていや今のマリオ顔悪かったないや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 キノコ使い放題じゃんこれまたそこにキノコハウスあるあれ神経衰弱か神経衰弱だよしよしよしえぇ、縦もう A がハモるって、うおむせちゃった怖っあれきっとなんか、俺はちょっとあれ取りに行くわ OK うん危ないよこれさあ、どっちを安全と判断するうん、俺プロペラで行くわわかったなんか帽子ないって変な気分だなよしよしよ、おぉ投げダメさんあれだよ、はい、万が一の時風船になって俺はそのままオッケープロペラであ、先行してくれるのねよしいや、これは強力あ、反対側にえ反応良かったな反応良すぎちゃったね、ちょっと今おそこもなんかありそうだなちょっと待ってあ、いやおおさあどのタイミングで行く？点滅してるし。よし。素晴らしい。オッケーオッケー。へい。あ、しまった。装備が。あ、ここやばいぞ。やばいやばいよ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 。あ、やばいよ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 。よし。よし、さっさと行こう。よし。こっちか。あるないかなよしよしほっ安全に行こうあれペル何気に木増えてんだ2匹とねあそっか先に2匹取ったのか俺で遅れた俺無理だったおっおお素晴らしいおお上からもしかもそこにあるのかよナイスナイス傘いやーこれはあやべえおはいよしよしほいえいあこれアイテムっぽいなよし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 危ないよやばいよくばった無理だいやあれは無理だったな
しょうがない、しょうがない。しょうがない。そうですね。待って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 、いいんじゃねえか、待った方がいいんじゃねえか。これ入れない。多分これ入って無敵ではないと思うんだよね。こういうことでしょ。あ、そういうやつや。うん、知らなかった。こういうギミックカードね。よしよしよし。ごめんごめん。はい。行け。足場なくなるか。おおおおおいおいおい。ごめんペル。すまん。すまん。あったあった。お。よしよしよし。あ、反対側にしかもない。うわ。よしじゃあ。せい。よし。素晴らしい結果でしたね。やばい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 。今日やばいぞ。俺らちょっとおかしいぞ。逆におかしいぞ。あ、危ねえ、怖え。ここまでスムーズにいくなんてありえない、この俺たちが。待って、なんだかんだで今回の撮影まだノーミスじゃない。確かに死んではない。撃てー。あ、うなに上から来んの多分ね。ちょっと俺のまま言う。あー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 、おお、踏める。待って、かせろ。よし、あ、怖い。これやばい、これやばい、これ、これやばい。えい。あ。なんか俺あの勇者の前にいる精霊みたいになっちゃったね、結果。助けようとしたけど間に合わなかった。フェードアウトしちゃった。フェードインアンドアウト。あ、フェードインアンド。かわいかった今のキノピオ。スースーって。いやー、今日すごいぞ。うん、俺ら絶好調。かつてないほどの。いいね。さあ、神経衰弱。いや、この調子で神経衰弱も全部めくってやろうぜ。よし、行くぞ。つってな、初手で積んだりしてな。俺それよくやるからな。そう前回やったよね、前回ってか。前の撮影の時に。俺たちさ、フラグ折れないからね。フラグ通りなんで。ほらもうリーチかかっちゃったよ。マジかよ。本当にフラグ折れないよ。もうバッキバキなフラグ。すごいね。やばいって。フラグ折れないで実際これを見せれるってこの凄さね。俺らの旗あれじゃねえの、鉄骨に刺さってんじゃねえの。絶対鉄骨についてるでしょ、俺らのフラグ。フラグね。もうやばいよ。あそこまで取れないとは思わなかった。いやー、ちょっと開幕リーチで開幕ね、もうあのシャレにならねえとはまさしくこのことだ。クッパジュニア、クッパクッパジュニアで終わるだなと思ってなかった。おお、てっ、おっ、でもこれ冷ましてもすぐ復活するんだよな。あ、しかも復活ね。なに、あぶねえ。ちょっと待って、あぶねえ。ほら当たってねえじゃねえか。当たってる当たってる。なに、あれ あ、トゲのところは効かないんだ。クリーヒドちゃんがダメなんだ。うん、ここ危ない気する、ここ危ない気する。絶対また来る。ほらー、よし、ナイス。いいよ。なんで下に、何落ちた今。ワンアップ。あんま知らないでしょ。うん、俺いらないやつ。今の強くない。今の上手くない。いやー、俺は今死ぬとこだったよ。セッターは、まあ、逆先にまず俺が死んでたけど今ね。おっ。考えること、うまいもの。今日の俺絶好調だ。今日ちょっと、うん、ポイント入れる。こっちの方が早かった今。あやめて。たまにはちゃぶやき出さないと。いや今もう殺されなかった。あれ降りるんだ、やばい、やつが来た。おお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 
よっしゃ。もう何気に斜めになってるからな、怖いな。ねえ、これね、ちょっとよし、ナベさんが来るまで恋拾わせてくれ。徹底的に殺していく。あ、ペルのファイヤーフラワーが。いいよ、ペル、竜巻フラワーね、思った。俺それどけてくんねえ。え、あ、もうチャンスタイム終了か。置いてかれたー。絶対作るぞ、絶対作るぞ、絶対に作るぞ。あれ、来ない、来ない。フラグ、フラグ、さすがフラグクラッシャー。絶対に来ると言って来ないというフラグを。あ、ダメだ、無理だ。1個取り逃したな。いやでもサクサクだ。1個でもどこにあったのかね。うん、でも多分なんかさっき途中でほらプロペラがあったじゃん、うん、きっとあれだと思うんだよね。あれでどっかまあ行くんだろうけど、うん、そのポイントがちょっと見当たらなかった。あ、隠しゴールもある感じだ。でもあれでスターコイン1個取って隠しゴールに行って一気に上に行く感じじゃない。あー、なるほど。まあいいじゃないか、俺らは1個1個進んでいくか。さて、あ、今更ですけど、これあの新実況環境で出てるので、あの音質とかの調整は後々やっていきます。おい、今更ですが、全パートもそうです。ついにね、パソコン買ったんですよ。変わってましたもんね、きっと、ね、でかいの切るでしょ。あー、ちょっと待って、これやだ。これえげつないですか。あ、俺こうやってライトやるの。これライトペルにやってもらった方がいいんじゃない。俺これで忙しくない。あ、いいか。あ、オッケー。あ、そういうことね。じゃあ俺これ持っていくわ。なるほどね。おいー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 、えいよし。あ、あ、しまった、今スタコインがあった。やっちまったぜ。あれ、悪くない。え、足場ないでしょ。あれ、重いから落ちてくの。重いから、カスが。ああ、そういうことね。あそこ、はい、え、あそこ怪しい、あそこ怪しい。ストーップ。あ、なんかあそこ絶対なんかある。あそこパウだったんじゃない。ああ、ってことはせーのでいけば。でももうさすがに戻れないでしょ。確かに、パウパウパウ。いや、もうあれだ、クリアすること前提に行こう。そうだね、これじゃあちょっとこのまましていこうじゃん。あ、よろしく。絶対なんかあるもんな。なんもない。いや、なんかあるね。あ、終わっち。じゃあ上行きまーす。俺の足も照らしてくれ。えい、えげつない。よし、あ、死んじゃう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 。よし、今自分で俺何をやったのかよく覚えてないっていうの、よく理解しないです。え、ほい、よし、てい。ああ、なんかある。よし、え、そこ、え、そこ。ああ、回っていけるじゃん。なるほどね、これをこうして、だね、ちょっといい加減してくれる。振りすぎてコントローラーが。よしよしよし、待って、あの思ったんだけどさ、あれかん、あの、あの言い方関係なくねえか。あ、でもないときついのか、暗くて見えない。うん、お、え、ライト、もしかして隠しゴール見つけちゃった。ああ、やばい、いてて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 、武器に使う。あ、俺は武器に使わないでよ。びっくりびっくり。あ
ちょっとここで待ってるよ。おお、一撃で死ぬから、ね、あいつ危険だな。ズバッとズバッと、いやー俺帽子かぶっちゃったおかしな表現、帽子かぶっちゃったっていう。やっぱそのままいけないんだ。なんでここにあるんだろう。隠しゴールだね、これね。隠しゴールっぽいね。ウォッチ二人してちょっとなんで急にグダった。ほっ、うまい。あ、帽子脱ぐ。うわー、こうそうやって帽子脱いでかぶって、多分脱いでる。え、あ、今ほら脱いでるし。はい、ほら、いやー、あ、いいんだよ、これでここつくんだ。なるほどね。でもさっきのステージなかった。言葉だよ、ちょっと待って、あそこに入ったらきっとワールド8じゃない。下見する。あれ最終回かな。え、飛ばしていくの。嘘ほらワールド8って書いてるもん。今ペルそこで落ちたらワールドやったのに。さすがにそういう意地悪ないか。入れよ。いや、下のマークあったからさ。楽しそうだな。実はあれワールド8じゃないんですよ。あ、8って見えるじゃん、無限大。8を逆にしてみ。8でしょすいません、そうですね、はい何が言いたかったんだろうか特に意味はないですでもこれ危なくない、このステージで。溶岩だらけだよ。もういるだけで炙られておる焼きキノコになっちゃうこんがり焼けちまうぜ。こんがり焼けちゃう。さあ戻ろう戻ろう。十字傷入れられちゃうね、頭にね。え十字傷、椎茸みたいなよく火が通るようにそうそうさあ、ちゃんとしたゴール探そう。スターね、こういう暗いところで便利なんだけど、結局あれで進まないといけないから意味ないもんね。ちょっと見せて。氷の方が楽じゃね。こうしよう。ペングイン。ペングイン。あ、ちっこいのでもよかったわ。いやー、ちっこいのだとプクプク怖くない？だってプクプク上に上がってこなくない？あんだけか。ぶつかるっていうね。やべ、飛びすぎた、飛びすぎた、飛びすぎた。おお、そんなのできんの。いや、知ってたでしょ、気づかなかった。あ、気づかなかった。バイクの肌からこれが目当てだった。おお、すげえ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 。死ぬ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 、俺死ぬ。あ、失敗した言わんこっちゃねえ。ということで、ナベさん、今の方法でお願いできるか。え、先に行けって。進んでみて。え、今の方法で。今の方法で、うん、いいのかい。うん、どけ。あ、まずあれを取ろう。確かに。ほっ、なに、あの、これけど、あ、これえい。おお、痛い。結局ここで引っかかるよ。暗い。あれはパックンのせいで引っかかったんでしょ。いや、怖いよ怖いよこれ。もういいんじゃない、ほら。おう、じゃあ、えい、すげー、楽っちゃ楽だけど、あ、でもスピード落ちてる、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 やっぱりね頑張って。やばいよやばいよ、暗いよ暗いよ。進むんだ、ダメさん。諦めたらそこで終わりだ。見るな、感じろ。ああ。考えるな、感じろ。ここら辺にいるぞ、ここら辺にいるぞ。よしよし、なんだこのプレイは。ネタルだ、感じ取れさせば与えられん。ああ怖いよ。おお、なんだこれ、な
だこれ、なんだこれ、よしよし、入れ入れ俺も入る、あーくそゴリ押しいやー素晴らしい、よし任せろ任せろ、頼みますよ、とほっ裏っ、あ投げればよかった、オチもちゃんとついてる、いやーいや、なんだったと違う、今のは、あ、俺ですね、ごめん、本当にペンギンのスピード落ちるのは全然分かんなかったわ落ちなかったらね、落ちなかったんで、でもね、途中でね、あの何がに上の方にいるプクプクに引っかかったわね、一回、あ、マジで、うん、いやー、ああいう、結局やっぱ思ってた、行かな関係ねえじゃんまあ、あれば安全だねっていう、まあ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 、いや、怖っ、わこんな無理やちょっとこれキノコもらえるでしょ、うん、キノコ変ね、あ、待て、せーのいけるか、これやってくる、うん、せーの、ダメだ、止めの中出てくる、キリねえな、これ真ん中行ってみるわ、よし、どう行こう、よし、ほっほっ、もう普通にちゃってよし、よっ、もう上手い人に任せろあ、そちょっと待って待って待って俺何もしてないよごめん、あのね、キラー踏めるかなと思ったらね、キノコ踏んじゃった怖いよ怖いよいやだよよしよし俺めちゃくちゃ仕事したろ今俺何もしてないけど、てかむしろシーン作ったの俺だからねすごくない、踏んだ方が死ぬって綺麗な高さに上がっちゃったもの、ウェイ、この部屋暴れるしかなんもないやることないもんねよし、せっかくだ、キノコ使う、キノコスタンドスター使ってねえじゃねえかよいや、勝手に画面終わっちゃった、あ、戻るのね、うん、おら早くない、もうボスだよ、もうボスだよ、じゃあここら辺で一回区切りましょ う, しょう、次回このスターの状態でボスに作ります、はい、はい、ではスーパーマリオブルーサーズ B 実況プレイパート13、最後までご視聴ありがとうございました、次の動画でお待ちしております、それでは皆さんまた見てくれな、噛みました、バイチャー。